歴史の大きな流れが分かっていれば怖くない。ってなわけで、こんにちは。学習塾1945だ。今回の問題はこちら。まずは一時停止をして解いてみてくれ。じゃあ確認だ。今回は王政復古の大号令と大政奉還はどっちが先か、版籍奉還と廃藩置県はどっちが先かって問題だね。ただここは全体含めて歴史の流れを押さえていきたい。ってことで次のスライドだ。幕末から明治の話、こっから話すわ。政権を返しても明治政府は無能だから江戸幕府の手助けが必要になるはず。だから政権を一旦返してその後実質的に政権を取り返せばいい。こう考えた江戸幕府最後の将軍の徳川慶喜は1867年天皇に政権を返した。これが大政奉還だよ。で、この狙いも明治政府は分かってたんだろうね。だから明治政府は国の体制を天皇中心に戻しつつ江戸幕府を政治から徹底的に排除したんだ。王政復古の大号令の時に明治政府はそうはいかねえよってしたんだね。これが1868年の戊辰戦争に発展した。1868年から明治時代だね。で、この戊辰戦争は明治政府が勝ったよ。国の政権が明治政府で確かなものになった。けどそんな感じで国の政権は江戸幕府から明治政府に変わっても地方は各藩の藩主が治める体制で変わらなかった。国は変わっても地方は好き勝手な体制だったんだね。これじゃあ日本は一つにまとまらない。日本を一つにまとめるには天皇の下で明治政府が政治を仕切る中央集権化が必要だ。明治政府一色の考えにするんだ。そこで1869年、藩主に土地と人民を天皇に返させる廃藩置県を行った。けど藩主が地方のトップであることは変わらなかったから、これは形式的なものに過ぎなかったんだ。形だけしか変わらなかったって思えばいい。だから1871年、地方のトップを明治政府の人に変える廃藩置県を行った。明治政府の息がかかっていない藩を廃止して明治政府の息のかかった県を置くんだ。これで実質的な中央集権化ができていったんだね。まあ話の流れはこんな感じだよ。ちなみに大政奉還と版籍奉還間違いやすいからこんな感じでまとめておくね。確認したい人は一時停止をして確認してくれ。あとこの絵の話、もうちょっと基本を確認したい人は歴史の基礎動画の10話を見てくれ。動画説明欄に案内を貼っておく。ってことで問題に戻ろうか。もちろんさっきのことが頭に入っていれば正解は絵だってことがわかるはずだ。多分ここは正答率がそんなに高くないと思う。だからこういうところで差をつけるんだよ。ってなわけで今回は以上。高評価とチャンネル登録を頼む。あとコメント欄に今回押さえたことを一つだけでも書こう。書くだけでも定着度が違うだろう。最後まで聞いてくれてありがとう。